ノーアウトランナー一塁、これで今日は吉田2安打ということになりました。でしたが、まっすぐ勝負に行きました。まあ、フォアボール出すより打たれた方がいいんでね、もうどん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 攻めてもらいたいですよね。まあ、バットとしてはね、あのカットに行くようなボールではあるんですけどね、よく見極めました。連続でのフォアボールで出塁です。しまったかなと思いますね。そうですか、はい、やはりまあレギュラー相手も懸命にチャージできましたが、ライトへのタイムリー、後藤俊太もタイムリー、まあ、今日2番星にわたって本当にいい働きをしてますからね、この胸が。そうですね、はい、手入れ森、ここで胸がまたストレートのフォアボールで失礼しています。さあということで近藤がしっかりと風穴を開けています。ノーアウトランナー1塁。さあこの後近藤、松本と続いていきます。ね、でこれであの、はい、また凡打が続くとまた攻め方っていうのはもっとまた変わってきたりとか、はい、で今はあの真ん中からインコース面に入ってくるボールは非常にこうね、自信を持って振れてますけど、マリーンズも初ヒットが打たれています。このボールを打ちました。イニングの先頭が出ました。まあ、躊躇なくもう三塁コーチはね、2ランナーというところあるんですよ。やっぱ今みたいなのちっちゃくちっちゃくなるんですよね。本人としては確実ちょっと痛いっていう、やっぱりその追い込まれて低めの変化球を組みたくないっていう、多分意識で返さずにしっかり面で打ってるので、やっぱいい打球が出るんですよね。あれをこうもしくはヘッド返してしまうともう見えなかったんですね、19っていうのが。そこからこう打ちに行くと19番見えるんで、すごく捻転をしてたんですけども、こうねじれっていうところ、はい、今の言うとあんまりこう捻転せずにその感覚でこう左肩っていうのを維持しながら打ちに行ってるので、無駄な動きがすごく少なくていうかね、バッティングコーチだけ考えていくと思いますので、はい、そうなんですよね。ゲッツーでしたね。という私解説させていただいてますよ、ね。ノーアウトの野村です。今日はですからこれヒット3本生まれましたか。いますかね。まっすぐの対応力が非常に高いんですよね。まあ、昨シーズンはそのまっすぐに対して、まあ、少しねこう苦労してというか、少し外側のボールがねセンター前行ったんですけど。なのでちょっと若干だけドライブしてるんですよね、はい、あれがセンター方向に上がるようになってきたら、まあ、もう絶好調ということになるんじゃないでしょうかね。ウィーラーを迎えます。ルーキーでね、はい、初めてのねこの今日のシーズンで、はい、トップということになります。現在2冠、セリーグの2冠王の岡本和真のタイムリーヒット、これで2対1とジャイアンツ1点リード。使いますよね、はい、だからいろんな方向に打てるのかな。あ、そうですね、はい、ツーは使えなくなっちゃいますからね、9回までね。先ほど一度失敗してますからね。そうなんですよね。判定変わらずです。カープがゲッツー崩れの若林愛斗。そうですね、若林の足は魅力的ですからね。盗塁だけではなくて守備では先日ね、フェンス当たりながらナイスキャッチもありましたし、そうですね、ちょっとわからないですね、本当に。山川と坂倉もどうなんだって話をしています。お、出てきました。ちょっと早めに出てきましたね。アウトでした。多いですね、今ミルカップなったんですが、まあ、まあ、先頭バッターの出られませんでした。今日初安打がオリックスに出て、これは自分のアイディアなんですかね。少し高かったら、大丈夫だったと思いますけどね、はい、ボールが行ってしまいました。まあ、森も、まあ、ハイボールというところを要求しているんですが、まだそこに高めにボールを出てですね、山川が申し訳なさそうに、そして杉本の右の腕のあたりをさすってあげてましたけれども、抜け気味ですけども、やっぱインサイドに関しては力がピッチャー入りますよね。ああ、やはりあの甘いところ絶対投げれないので、そうですね、6回の攻撃です。はい、島内清明
まあ、点を取られた後ですからなんとかまずは同点じゃないですかね。ツーアウトランナー三塁一塁です。ねえ、厳しいですよね。なかなか率がいい。三森の打球セカンドゴロであったり牧原のセカンドフライあれも一本でね出してましたね。はい、こういうバッティングできるで、ね、自分たちの力で、こうランナーをホームに返すことができるともちろんチームの士気も上がりますしね、はい、チームの内側の球でしたけども少しねシュート回転して厳しいコースだったんですけどねうまく左腕を畳んでね打ちましたよね。これがこう持ってくるとまた引っかかってホームランとかね出ると思うんですよね。ノーアウトランナー二塁一塁この回は1打席目もね真ん中高めちょっとああいう感じの苦しい感じになったんですけどうまくねこう右手が昨日はホームランを払ったこの中村翔吾、はい、さあこれでどうですか。ちょっと難しいプレーですか。まあ山川選手はねよくあのですけどね、はいはい、ちょっともったいなかったですよね。はい、あとは今のこのゲームの流れかなと。序盤というのはまあいい当たりですね。まあその辺はバッテリーはね、きっと対策は練ってると思いますけどもね。まあ、ここはランナー宗ですからね。当然もう足も絡められるプレイヤーです。ヒットになります。まあ、やはりねこの最近の若月のバッティングっていうのはね、下位打線の中でチャンスを作っていく起点になって。そしてランナー本当に今日は佐藤と源田ですね。この先も懸命のプレーでしたがそう普通のまあ単純に2塁送ってアウトにしたわけ1塁送ってアウトにしたわけ。東日本出身でマウンド上佐々木健も、NTT と思うんですよね、まあ、このどちらがいいかは分からないんですけどもこうやってね高めのストレートにもしっかりこうバットをかぶせるようにスイングしてアンダー逆方向にアンダーが打てるようになったっていうのは成長ですね。ノーアウトランナーがいる分こう打球が上がってくれてヒットですからこのスイングをねこうなんとかこう定着して続けてほしいですよね。これは打ってるんですけど、まあ、松本投手の理想からするとあのあたりでファウルが勢いも非常にありました。ライト前ヒットグラブの出し方も非常に良かったですね、実はここですよね、はい、本当にこう形は作っているので、山口選手この姿勢は貫いてますよね。いいと思いますね。でもそれをやはり一発で仕留めたっていうことが大きいですよ、はい、ワンスイングで初球を捉えました、はい、今のが